あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、栃木県佐野市久保町にある居酒屋お好み焼き風食いしん坊さんにやってきました。今日はランチで伺っています。店内は小上がり席とカウンター席がありますよ。本日ランチで伺っていまして、昼の部はラーメンをやっている食いしん坊さん、食いしん坊がやってまいりました。こちらは夏季限定の冷やしラーメン、これもいいですね、うまげ。今回は運転手がいるのでやっちゃいましょう。昼飲み久しぶりですね。くー、まずはこちら餃子5個350円です。やはり佐野ですね、普通の餃子よりもやはり大きいです。餃子の皮は厚手、今日はビールに餃子でいただきましょう。具はかなりパンパンやで、パンパンやで。野菜がたっぷりかと思いきや、お肉もかなり入っています。ニンニクが効いてて、これはビールにも合うし米にも合う、そしてラーメンにも合う抜群の餃子ですね。めちゃくちゃ美味しいです。肉が多いとやっぱりジューシーですね。俺はこちら野菜タンメン750円、半チャーハンセット180円です。うまげ。まずはスープはどうかな。スープなんですが、タンメンなので塩味でしょうね。見た目からわかります、いい匂い。久々にタンメンいただきましたが、うまいですね。野菜の甘みが全面に出てます。次は麺、野菜たっぷりで麺がなかなか出てこない。麺はピロピロ系の麺ですね、これ好きなんですよ。このテロテロした麺、俺は大好物ですね。ちなみにこちらの野菜タンメンなんですが、期間限定なのでいつまでかわからないんですが、急いで食べに行ってみてください。野菜がかなりたっぷりです。もやし、玉ねぎ、キャベツ、お肉にキクラゲ、ニラ、ピーマンまで入っていました。二郎系ラーメンじゃないかなというほど野菜はたっぷり。野菜の方にはしっかり火が通っていまして、抜群に美味しいですね。お肉もあるの嬉しい。そして俺はキクラゲが大好物なので、それも美味しかったです。それではこちらの半チャーハン、180円でつけられる、これはお得ですよね。それではチャーハンはどうかな。チャーハンの具材は卵、でっかめのチャーシューとネギですね。シンプルな感じです。うまげ。こちらのチャーハンのチャーシューなんですが、めちゃくちゃ大きいのがゴロゴロ入ってまして、味付けもめちゃくちゃ美味しいです。チャーハンはどちらかというとしっとり系のチャーハンで、180円とは思えないレベルの量があります。ランチかなりお得だな。こんなに量があってプラス180円じゃ皆さん頼んじゃいますよね、お得です。さらに隣には紅生姜が添えられていますので、紅生姜といただいたら、これはこれですっきりいただけまして、いくらでも入っちゃうんじゃないかなという感じです。ビール飲みながらラーメンって熱いんですね、汗が止まりません。汗かきながらのラーメン最高。気まぐれはこちら味噌ラーメン700円、半チャーハンセット180円です。味噌ラーメンもいいですね。それではスープはどうかな。スープの辛さなんですが、辛いの大丈夫ですかと聞かれるので、辛さの調整ができるかもしれません。今回辛いの大丈夫ですよって言ったので、ほんのりピリ辛ですが、俺でも食べられる辛さ。この食いしん坊さんの麺好きですね、うまいです。味噌の方にはチャーシュー3枚とゆで卵、さらに野菜が入っています。このチャーシューなんですが、柔らかくて塩っ気が少なくて俺好み。味噌ラーメンにはやはり欠かせないのがこのもやしや人参ですよね。味噌ラーメンにはほんのりニンニクが効いているんですかね、パンチがあってめちゃくちゃ美味しいです。相方はこちら中華そば600円、半チャーハンセット180円です。今日はみんな半チャーハンつけますよ。まずはスープはどうかな。ザ・佐野ラーメンという感じで澄んでますね。油は多めな感じです。油は多めに見える
んですが、すっきりとあっさりしたザ・佐野ラーメンという感じです。味付けはとても優しく、老若男女喜ばれそうな中華そばですね。オイリーなスープなので麺にもよく絡んでくれます。これは美味しいな。こうなってくると夜の鉄板焼きの料理も気になってきますね。めちゃくちゃ美味しいです。中華そばのチャーシューの方も3枚乗って、貝割れ、なると、卵が乗ってました。左から中華そば、味噌、野菜、タンメンのスープです。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の食いしん坊さん、3種類のラーメンがとても美味しくて、プラス180円でつけられる半チャーハンはかなりコスパが最高です。餃子も大きくてニンニクが効いてて、これまた美味でした。店員さんは神対応、裁縫確定。本日はごちそうさまでした。